こんにちは今回はですね読み人知らずなんですけども神は細部に宿るっていう言葉があるんですよまあ、吉田さんが言われていたマーフィーの法則の中にまあ、小さなことがね え、すごくきっかけになるんだってことをいろいろと考えることができたかなと思います。確かに私セルフバックってのを使い倒して使い倒して使い倒して展開して応用してみたいなことで最初の3年間はやっていたと思います。セルフバックが理解できたからアフィリエイトが理解できて、そしてアフィリエイトが理解できたから PPC まで行ってみたいなことでね、えー、自分の視線の届く範囲で できることつまり手持ちのカード見える景色をしっかりと受け取った時に次の段階がまた見えてくる階段を一歩上がると別の景色が見えてきて階段をもう一歩上がるとまた別の景色が見えてきてそして山の頂点に立つと360度視界が開けてきたような感じですよね、うん、でも「神は細部に宿る」ってね読み人知らずなんですけどもちょっとこうまあ似たようなところがあって。 小さな細かいことの中に神様がいるから、その小さな細かいことの神様に出会うことがまず大事なんだろうなと思うんですよ。私に言わせれば、セルフバックってのは神的手法でですね、よくこれを世の中に送り出してくださいました、みたいな感じなんですよ。まさかセルフバックをね、考え出した人も、私みたいなのが出てくるなんてことはね、考えなかったと思いますけども、まさに神のお引き合わせ、おぼし飯なんでしょうね。で、みんなの銀行っていうのをね、去年の 6月ぐらいに私も知りましてすぐに人に紹介したんですけども、これもですよ。やっぱりこう、馬鹿にできない方法で、年間で30万ぐらいもたらしてくれるわけじゃないですか。ちゃんとやればね。で、こんなに簡単で30万稼げるのに、なんで金がないっていう人がいまだにいるのかなとかね。あの、国から支給される10万円給付ってのをいまだに待ってる人がいますけども、それよりも早くみんなの銀行をやった方が早いぞ、と <laughs> 思うんですよ。だからこの、 誰もが通り過ぎるような小さな細かいところに神様がこうやって手を振ってることに気づけるかどうかってのが大事なのかなと思います。もちろん神や細部で宿るっていうのはもっともっと別の意味でね、発せられた言葉なんでしょうけども、私なりに展開すると、本当に小さな曲がり角の隅っこの気づかないようなところに神様はこちらに手を伸ばしてね、捕まえてくれ、見つけてくれって言ってるんだろうなと思います。ですのでね、しっかりと細かいところを見ると、 割と小さいものが大きい結果をもたらすことに気づけると思うんですよ。セルフバックで300万、誰が思いつきましたかね。みんなの銀行で30万、誰がそこまでたどり着くんでしょうかでも、通り過ぎる人は気づかないけども、一つ一つ細かいことを大切にすると、ちゃんとその結果を得ることができるなっていうのは、私の人生の中ではね、こうやって感じてますけどね。これがもう小さなことを侮らずに、 大きなことを恐れずにやっていこうかと思いますそれでは